カール・アントン・フォン・ホーエン・ツォレルン・ジグ・マリンゲンは、ホーエン・ツォレルン・ジグ・マリンゲン公家の公子。全名は、カール・アントン・フリードリヒ・ビル・ヘルム・ルート・ビヒ。ホーエン・ツォレルン公、レオポルトの三男。1868年9月1日、ホーエン・ツォレルン・ジグ・マリンゲン公生子であったレオポルトと、その妻で、ポルトガル女王マリア二世の王女であった、アントニアの間に、第三子として、プロイセン王国。 ホーエンツオレルン州のジグマリン縁で生まれた。兄にホーエンツオレルン公を継いだビルヘルムとルーマニア王となったフェルディナントがいる。1919 19年2月21日、ドイツ国プロイセン自由州ライン州マイエングナメディで死去した。カール・アントンは1894年5月28日にブルッセルでフランドル博、フィリップの娘で母方の10枚にあたるジョゼフィーヌと結婚した。 二人の間には、以下の一男三女が生まれた。ありがとうございます。